じめましての声さん。第一話、高野山へ行こう。やっと日本に着いた。ようやく憧れの日本に来ることができたわ。私の名前はクロエ・マンダラ、フランス生まれの大学生。おじいちゃんの影響で日本の歴史や文化に興味があるの。この子はレイ・カムロ。日本のアニメが大好きな私と同じ大学の友達。今回私の行きたかった念願の高野山へレイを誘ってやってきたの。ねえクロエ、ところで高野山ってどういうところなの？高野山は和歌山県というところにあって、今からおよそ1200年前に弘法大師空海というお坊さんが開いた修行の地なの。世界遺産にも登録されているのよ。言うなれば日本の仏教の聖地みたいなところね。え、そうなの？聖地なら行く。聖地、聖地、聖地、聖地。それからね。あの。おっと、失礼いたしました。もしかして、あばれくんですか？誰やね。失礼しました。もしかしてお坊さんですか？はい、私は南海と申します。どうやらお怪我はないようですね。よかったです。では私はこれで。今の人かっこよかったね。素敵な人だな。また会えたらいいな。じゃあ私たちもそろそろ行こうか。終わったら今度はオタクの聖地日本橋のアニメショップにも絶対に行くからね。はいはい。はじめましての声さん。第2話、南海電車に乗って。極楽橋行き高野号が発車いたします。日本の電車ってすごく綺麗だね。本日は南海電車にご乗車いただきありがとうございます。この電車は特急高野号です。高野山まではおよそ90分で到着します。それでは短い間ですが、ごゆっくりおくつろぎください。日本の車掌さんって踊るんだ。いや、多分特別だと思うけど。大阪から90分で高野山って意外と近いんだね。そうね。それに関西空港からも1回の乗り換えで行けるから海外の人にも便利よね。ねえ、途中だけど次の駅で降りるよ。え、このまま高野山に行くんじゃないの？私が今回どうしても乗りたかった天狗っていう素敵な電車に乗り換えるの。うわ、かわいい、おしゃれ。景色も見やすいしね。やっぱ乗ってよかったな天狗。それにしても海外からの観光客でいっぱいね。高野山が海外の人に人気が高いのは知ってたけど、予想以上ね。皆さん、ようこそ日本へ。私たちもフランスから来たんでしょ。ここからケーブルカーに乗るわよ。ん？あの時の。またお会いしましたね。南海さんって高野山のお坊さんだったんですか？はい、お二人は高野山は初めてですか？はい、私たちはフランスから来ました。初めてなのでわからないことが多くて。では豆知識としてお話ししましょう。このケーブルカーは日本でも有数の急勾配を登るんですよ。そして終点の高野山駅は867メートルの位置にあります。そうですね、フランスで例えるならエッフェル塔の3つ分ぐらいですかね。そうだ、よろしければこれから高野山のご案内をしましょうか。いいんですか？ぜひお願いします。さて、ここからはバスに乗って移動です。はーい。